どうも西田渉です。本日なんですけれども、 EOSR を買うべき3つの理由というところでね、皆様に解説していこうかなというふうに思っております。はい、こちら EOSR ですよね。はい、お持ちの方もかなりいらっしゃると思いますし、僕自身はですね、現状R5 2台、そして R6 もね、この間ここ1個導入しましたので、 R6 2台、 EOSR、 そして EOSRP というふうにね、計何台所有してんだ、4、5、6台かの R のボディを所有、そして EF システムは 5DSR と 5DM4 というふうにね、今なってしまいましたね。まだあったっけ、 5DM3 は、そうか、壊れちゃったから、そうですね、 EF のボディはもうね2台しか持ってないです。 5DM4、 5DSR で、こちらの R 系のシステムは今ね6台持ってるってことなんですけれども、まあね、実情 R5 R6 はどうしても仕事とかにも使えるっていうことで、で先進性の一番最先端のマシンということでね、いかにでも使えるように2台ずつ導入した。ですがこちらの EOSR ですよね、これは実を言うと僕のライフラインというかね、なくてはならない、未だになくてはならない機種になってるんです。なぜかというと YouTube の収録ね、全部 EOSR でやってる、ライブ配信 EOSR でやってると。でそういったところでね、事実上僕の動画マシンにね、今は現状なってますね。動画とかウェブカム用途とかね、そういった形で使ってて、もう今後もね一切売る気はないって感じですね。スチールはね、最近ではどうしても R6、R5 の方になりがちではあるんですけれども、とはいえね、もう本当にこの EOSR が僕のメイン機っていうような形で、動画に関して YouTube をね根底から支えてくれてます。だからといって、実を言うとスチール機としてもねかなり優秀なんですよね。こちら EOSR を買うべき3つの理由というところでね、皆様に今から解説していこうと思います。結論なんですけれども、コスト、画素数、そして総合力っていうね、この3つがね大きな理由になっているかなと思っております。コストっていうのは値段ですよね。で、画素数はこれ3000万画素、そして総合力っていうのは操作性ですとか、ボディのねこの作りですとかね、そういったもののこの筐体としてとか、このカメラが持つ魅力っていう総合力ですよね。この3つが本当にね、この EOSR 素晴らしいので、僕も今後もね、もう絶対手放す、絶対って言いますかね、手放す気は全然ないカメラということで、とにかくねいいんですよ。結論で申し上げました、コスト、画素数、総合力、この3つのね深掘り解説をね今からしていこうかなというふうに思っております。では深掘り解説1点目なんですけども、魅力的な値段ということですよね。キャッシュバックも未だにやってるかな、今ね12月17日現在なんですけども、収録がね、キャッシュバックもおそらくやってる可能性がありまして、まあ新品で買ってもおそらく17万か16万ぐらいで買える、マップカメラとかの中古市場を見てると、今だいたい14万円台でいよいよ買えるようになってきたと。僕はね、以前は12万台で買える可能性があるというふうには言っていたんですが、昨今のね情勢下において、キャッシュがね、世の中にキャッシュフローがかなり起こっている関係もあって、物がちょっと値上がりしてますね、全体的に、レンズも含めてね。そう考えた時には EOSR が今14万円台なんですけれども、実情僕もねこれ新品で16万ぐらいで買ったかな、新品じゃないや、新古品16万ぐらいで買って1年半は使い倒していて、本当に素晴らしいカメラなので、14万円っていうところの中古の値段っていうところはかなり値頃感があるのではないかなというふうにね思ってますよね。あと魅力的な値段と言いますのも、キヤノンももう今ヒエラルキーがだいぶ出てきてまして、R5、R6、EOSR、そして RP ってあるんですが、EOSR5 45万、新品でね、もうほとんど在庫がないので、絶対45万。よくて45万ですよ。場合によっては50万。で、R6 がだいたい30万。よく、まあ、やはりこれもよくて30万です。で、次に R ですよ。R が約17万から18万ぐらい。で、中古だと14万で在庫もありで買える。約半分ですよね、R6 のね。で、RP がだいたい中古で9万円台、10万切るんですよね。っていうところでの、この EOSR の15万ぐらいというところでの値頃感がね、非常に魅力的だなっていうふうにはまずは映ると思うんですよね。皆様にも、やはり R6 どうしよう、買いたいけどな、30万かと。で、こっちだと15万で買った上に、この辺ですよね。RF の、2400あたりもね、場合によっては視野に入ってくるっていうことになりますよね。そうなるとね、これがだいたい15万ぐらいで買えるはずなんで、新品でね、と考えると R と2400の F4 とかね、 R6 買っちゃうと、もうそこがここ1台だけでね、もうボディまで行くと50万コースになっちゃうかとっていうところだと、うっってなる人もね、かなりいらっしゃるかなと思うんですよね。そう考えるときに、一気にね、R のまずはコスト的な値段っていうところがね、やっぱり大きな素晴らしい、胃の一番のね、
結論のところでのコストっていうところになるかなっていうふうに思っておりますね。まあ純粋にねフルサイズの値段とは思えないんですよね。これがねこれだけの性能がある中で、まあ、これから性能の細かいところはこの後にね説明していきますけれども、これだけのスペックとこの作りの良さから考えた時にフルサイズの値段15万ぐらいで買えてしまうっていうのはねちょっと破格かなっていうふうにね僕自身は思ってますね。本当にフルサイズのデジカメが安くなった、そして高機能になったっていうところにねどうしてもこの15年以上キャノンのね一眼デジカメミラーレスの前の、ね、一眼デジカメから使ってきてた身からするとね本当にフルサイズの値段とは思えないなっていうのが率直な感想ですね。で続きましてなんですけども画素数の部分、3000万画素がね絶妙な画素数かなっていうふうに思っております。わかりますよね3000万画素。皆さんねもう僕の動画を見ている方だったらお分かりだと思うんですけれども、3000万画素ってトリミングもできるしウェブ用途で使うにしても、まあ、十二分というかねトリミングもした上でウェブ用途にも使える、そして印刷にも十分 A4、A3 見開きもいけるなっていうところで絶妙なんですよね。でオールラウンドな性能、やはり 5D マーク4 の CMOS センサーをそのままねこれに流用してきてるっていうのが大きなね強みかなというふうには思っているんですけれども、3000万画素ってこう正直ね他社を見渡してもねあまりない画素数かなっていうふうに思ってるんですよね。昨今の流行りっていうのがオーバースペック、もう本当に 4,50万機は4000万画素台とか5000万画素突入でしょ、6000万画素とかねソニーでも、でその下になると例えば2400万画素ぐらい、だいたい昨今のデジカメって止まってるわけですよ。ちょうど、高感度のねバランスの良さっていうところでおそらく他社もね無理をしない作りっていうことで2400万画素で来てる。でキャノン機に関しては EOS R6、 そして 1DX Mark III は2000万画素っていうね、まあ、新たな新機軸で打ち出してきてますよね。その中で3000万画素っていう画素数ね結構絶妙なんですよね。本当そういった意味で他社にはない魅力、やっぱり画素数ってあるだけレタッチも拡大して楽にできたりっていうできるメリットとかもあるので、もちろん R6 もね画素の水増しでバイキュービックで伸ばしちゃえばいいんですが一手間増えるんですよね。レタッチとかをきっちりやりたいとかでトリミングも結構するぞとかってなると3000万画素っていうのがね意外とじわっと効いてくるっていうね、そして他社を見渡してもあまりない画素数っていうところがこのカメラの絶妙な魅力的な部分として一つ押せるかなっていうふうにね思っております。で続きましてね総合力っていうところでのね素晴らしい総合性能の解説ですよね。まずはねシャッターのキレがいいかなっていうふうに思っているんですよね。僕としてはこのちょっともたっとした音はするんですが、カチャリコカチャリコカチャリコって感じのねちょっとねもさっとした音はするんですが、実は覗いて撮影すると意外とねシャカってねミラーのキレがいいんですよね。そしてこのシャッターレスポンスですね、ここ押した瞬間ちゃんと落ちてるっていうね、実はねシャッターのキレかなりいいんですよね。この R 自体がねこれはかなりポイントかなと思ってます。さらに R5、R6 になってくると今度はねシャッター音が小さいっていうね人によってはデメリットと感じるところもあるんですよ。ですがこれは結構シャッター音大きいのでそのモデルさんとかを撮る方とかね リズムが逆に作りやすいのかなというふうに思っておりますね。まあ僕の場合はねどっちかというとストロボライティングとかが多いのでシャッター音って関係ないんですよね。どっちかというとストロボの発光だったりチャージ音ピピピっていう音の方が重要だったりするのでそこでリズム作るのでねあんまり関係ないんですが、と比較的自然光でねこうこれでリズム取っていく方は意外とねこのシャッター音キレの良さとシャッター音重要かなというふうに思っておりますね。で続きましてなんですけれども LPE6NH によるねロングライフバッテリーってことですね。こちら R6、R5 が出てからの、新しい新規バッテリーですね。LPE6NH なんですけれども、こちらがね、ファームアップのこれ 1.8 になってからかな、1.7 か8、1.7 になってからかな、に対応したわけですよ。要は LPE6NH でね、このバッテリーね。このバッテリー何かと言いますと、要は 20% ぐらいかな、容量がアップしてるんですよ。以前のね、LPE6N に比べてね。なぜかというと R5、R6 は意外と電池の持ちがねそんなに電力を食うということでキャノンとしてもバッテリーの容量もね同じサイズではあるんですけども上げてきたんですよね。それに比べて EOS-R は比較的省電力で運用できるんですよね。これはどういう回路かはちょっと別としても分かんないんですがね、こちらのバッテリーを使うと要はロングライフに必然的になるわけですよね。今までは LPE6N でそこそこ取れていた過不足なく取れていたのをさらに LPE6NH を入れることによって 20% 容量が増してますから、実情僕もこの LPE6NH を入れて、ライブ配信とかしててもねかなりバッテリー持つようになったなと。2時間ぐらい
そのままカメラこういう形でねライブ配信して使っていたとしても、ほとんどねもうバッテリーの持ちを気にする必要がなくなってきたかなと。これがねかなり大きな要因かなというふうに思っておりますね。なんでこの LPE6NH によるロングライフバッテリー、これもね EOS R をかなりおすすめできる一つのポイントかなというふうにね最近では思っておりますね。で続きましてなんですけれども、 MF バー、マルチファンクションバー以外のね操作系がかなりいいかなと思っています。背面ご覧いただきますと R6 か R5 と比べるとね先進性の操作系になってるわけですよ。特にねこのマルチファンクションバーかな、これとかかなり先進性の機能になって、ファームウェア 1.8 になってここね拡大縮小とかに割り当てられるようになったので、例えばマウントアダプターをつけてライカのレンズつけてマニュアルを合わせるときとかね、ここをねこう左右するだけで拡大してくれたりするのは結構便利になった機能では実はあるんですよね。実を言うと僕はなのでこれマニュアル機でマニュアルレンズで撮影する際は EOS R ね今ここ拡大縮小割り当てたらかなり便利にはなってる。でさらに言うといろんなねゴミ箱のボタンですとかそういったねあのもろもろのところにね実は割り当てが相当できるようになってるんですよね。この十字キーの部分とかね、それを割り当てていってオートフォーカスのセレクトに関してはここねこのモニターで選ぶセレクトをしちゃえばね、実を言うとここのジョイスティック的なところとかねそういったところがなくても実はかなりね快適にオートフォーカスを合わせることが可能だったり、 AF のね追尾優先とか 1.AF とかね AI サーボと 1.AF とかその辺の切り替えとかもね非常にねスムーズにできたり、そして下にね画像のサイズの割り当てだったりロート JPEG の割り当てだったりとかするとねすぐにそこで切り替えられたりとか、旧セットボタンを押しながらここを回すと露出補正とかに設定しておくとねかなり便利だったりとかね、いざとなったら最悪コントロールリングがなくても露出補正もできたりとか、その辺のね実は操作性が自分用にチューンアップしていくとめちゃくちゃこれ便利なんですよね。ジンバ一体感を相当僕この EOS R で味わえたって感じです。で今 EOS R5 R6 になってくるともうねあの要は 5D を使ってた感覚に戻るので、一気にねもうこの操作系からは自分でね組み上げたんですけども、自分用にねチューンアップしたんですが、離れていかいって OK になったっていうね、コントローリングもいらなくなりましたね。要はコントローリングは僕露出補正を割り当てたのでそれがなくなって、もっと R5 R6 はここの後ろのねサブ電子ダイヤルがついたのでそこを回すだけでできるとっていうところでね、かなり、R はね設定次第では本当にジンバ一体感を味わえるね快感を持てるカメラかなっていうふうにはね思ったりしておりますね。では最後にね総括に参ります。現状ではですねこの EOS R をもし買いましたってなったら RF レンズを購入するのがおすすめかなと思ってます。まだ廉価なねレンズがねまだそんなに出てきてませんが、まもなくね RF50mm F1.8 が出るのでそのあたりですとか RF35mm の 1.8、まあ、単玉で揃えつつ、まあ、なんとか頑張ってねこの RF の24105このあたりを購入できればかなり快適に使えますね。もうこの2400の F4 1本と EOS R があればほぼね撮れないものはないっていう風に考えておいていいのかなっていう風にはね思っておりますね。なので現状なぜかというとあのマウントアダプターがね今12月17日現在ですが世界的にね供給不足っていうところで EF 運用もねかなりおすすめは事実上僕はしてるんですけれども、 5D マーク4とねセンサーがほぼ流用してるので相性がいいんですよね EF レンズとも。マウントアダプターが潤沢に出回るようになれば EOS R もEF レンズとの運用というところも、ね、かなり僕はお勧めしたいポイントではありますが、現状では RF レンズおすすめですね。で続きましてなんですけども、ミラーレス一眼何買おうかなっていうふうに迷った、例えば 90D とか APS-C あるよなとかね、キャノン機でね 6E Mark II あるよなとかいろいろ迷った方がいらっしゃれば、もうとにかくねまずはミラーレス一眼で、そしてこのね EOS R を買っときなさいっていう感じですかね。これ買っとけば失敗はまずないんで、で資産性も高いですね。なので、まあ、中古で買っときます、14、5万で買います、売るときは売るときで、まあ、絶対に10万以上は値段がつくってことで、まあ、3、4万の差額でこのボディが使えるっていうのはかなりメリットかなと思います。それも、ね、月ごとにね原価償却費っていうか下がっていきますから、半年使えば3万円分6ヶ月割れば1月5000円で使えたとかね、そういった計算にもなったりするので、そういった考えでね導入しておけばとにかくまだ資産価値が高いカメラなので、 EOS R はね現行品でもありますしファームアップもされているので、キャノン自体もこれは大切に売っていこうとしているね
カメラなのは間違いないというところでね、おすすめできるカメラかなというふうに思っております。なので最後、総括、最後大断言といいますか、まとめますと買って後悔なしというところで、皆様ね、これ問題なく買って OK ですというところでおすすめしておきます。値段もね、15万円でフルサイズって本当に値頃感ありますから、僕もね、オーディオフっておすすめできるんですよね。なので R5 とかになると45万50万ってなるとね、さあ買いなさいっていう風になってもね、内装では触れないっていう話になっちゃうと思うんでね、 EOS R に関してはぜひね、おすすめ、もうオーディオフっておすすめできる機種で、僕自身も YouTube でフル稼働してるカメラでね、映像も実はいいんですよね。素晴らしいカメラですっていうところでね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またね、こういった EOS R などのね、素晴らしいカメラで撮影した作品をね、アップロードして皆様と研鑽していただく場所であります西田渡るフォトカレッジもね、無料で運営しておりますので、ぜひね、そちらもご参加いただけたらというふうに思っております。それでは失礼いたします。西田渡るでした。